ライターさんの得意分野を任せる。このメリットはお互いにとっていいということです。こちらは同じ報酬でいい記事を書いてもらえますし、ライターさんは自分の得意分野なので楽しいですし、早く書けるから時給も上がるわけです。また特にこれからの時代の SEO ではこれが重要になります。というのは本当にレベルの高い記事以外 Google が上位表示をしなくなっているからです。それは当然ですよね。自分がユーザーの時を思い出してみればわかりますが、誰だってレベルの高いサイトだけを見たいはずです。自分が何か探し物をしている時に明らかにアフィリエイトのことしか考えていないような適当なサイトが出てきたらうんざりするでしょう。苦手分野だと文章のレベルがかなり低くなる。例えば調べ物をしていてこんな文章を見つけたことはないでしょうか。ヒアルロン酸とは何でしょうか。最近よく聞きますよね。ヒアルロン酸。多分美容に関わる何かだと思うのですが、一体何でしょうか。ここではそのヒアルロン酸について調べてみました。気が短い人だと読んでいて切れてしまうレベルでしょう。ちょっと前までこういう恐ろしくレベルの低い記事が上位を独占していた時代がありました。ライターさんは一文字〇〇円という単価で仕事をしているので当然早く終わらせたいと思っています。それで苦手な分野の仕事を頼むとこういう文字数稼ぎの嵐のような文章になってしまうのです。実際払っている側も安いお金しか払っていないのだから仕方ありません。仕方ないからこの文章を買い取って掲載しているわけです。ただ当然ですがこれから先はこんな文章では上位表示できません。今でも昔と比べるとだいぶ減っていますが、これから先どんどん減ってくるでしょう。こういうノイズのような文章がネット上にあることは、求めている情報を探す上で邪魔になるので加点しないどころかペナルティの対象にもなるのです。しかし、いい記事を書いてもらうにはお金がかかるので。しかし当然のことですが、いい記事を書いてもらうにはお金がかかります。なんとかして安いお金でいい記事を書いてもらう、ということをすべきなんですね。そこで得意分野を書いてもらう、ということが重要になるのです。つまり仕事に対して報酬以外の喜びを感じてもらう、ということです。これはネットビジネスの外注に限ったことではありません。例えばドラッカーは21世紀を NPO の世紀と言っていました。これは NPO でなければダメ、という意味ではなく仕事の報酬でお金以外のものが価値を持つ時代、という意味です。事実、彼の言葉通り今の日本はそうなっていますね。大学生が就職先を選ぶ時の基準はお給料ではなくやりがいです。このようにライターさんに得意分野を書いてもらうというのはドラッカーの教えにも共通するような本質的な話なのです。決してネットビジネスの外注という限定された分野のノウハウではないんですね。次に続きます。